そろそろ帝都に着く頃か。ああ。どんな町なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあんじゃねえか。しかしクリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還はルシスというより世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか？さて、また非常事態か？車両にレガリアがある。急げよ。分かってる。貨物車両はまだ先か。おい、急げ。よっ。行くぞ。ああ。頼むぞ。防衛機能段階4を発動。すべての出入り口を封鎖します。進め。止まんな。わかってるよ。ぶつかんなよ。わかってるって。今どこを走っている？隣か？線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ。急げよ。急いでるよ。捕まってろ。陛下がお乗りだったんだ。そう簡単には壊れないはずだ。避けた先で当たるな。これはレガリアなら多少の衝撃は耐えられる。運転に集中しろ。くそ、耐えろよ。ここまでか。十分。
まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。わ、行ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ。いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。こっち行けそうだ。おい、イグリス、グラディオ。準備完了。あれが下から繋がってんのか。どうやって行くんだ。
これでエレベーターまで行けるか。静かだな。誰もいねえのか。随分無防備だね。友達見つけられるかな。早くあいつら見つけねえと。どっかにいるはずだ。気をつけて進んだ方がいいよ。
ちょぼい魔法しか使えないんだっけ。なんだか順調に進めてるね。認証できません。
このカードの防衛機能解除レベルは1です。解除レベルを2に更新しました。レベル2までの扉の開放に有効です。認証できません。認証できません。このカードの防衛機能解除レベルは2です。解除レベルを3に更新しました。レベル3までの扉の開放に有効です。いい仕掛けだったでしょう。友達が死んだかと思ったよね。急がないと次は本物かもよ。
の間違わなかった。本当に本物じゃなかった。心細くて泣きそうって顔だ。君たちの希望まであと少し。もうすぐ手が届く。中央エレベーターを探しなよ。そこに大事なものがあるから。はいはい、どうも。落ちたら死に。動かすやつ探してこねえと。
戦えないんじゃ王様を名乗れないね。よくやったね。これはプレゼントだ。なんだ。してもらおうぜ。よし。気をつけて進んだ方がいいよ。何か聞こえるね。何かあるんだよ、きっと。忠告してあげたのに。だんだんひどくなってんな。止めねえと。
つまんないな。解除レベルを4に更新しました。レベル4までの扉の開放に有効です。
仲間がいないと随分頼りないね。仲間たちと会えるかな。ねえ、油断は禁物だよ。落ちた？ああ、今度は電源探しか。何か聞こえなかった？一人だとちょっと怖い？マジか。びっくりした？
帝国の死骸研究って結構進んでてね。まあ、俺が進めさせたんだけど、ちょっと前までここで死骸作ってたんだよ。何？ねえ、死骸の元って何か知ってる？なんて、知らないから殺せたんだよね。彼らね、元は人間、動物、自然の生き物たち。だったら消えるってなんだよ。どうしたの？迷った。君らが目の敵にしてた魔導兵ってさ、ここで生まれた子供たちを犠牲にして作られた。腕に番号をつけられちゃってさ、赤ん坊の頃から管理されてるんだ。かわいそう。意志も戦って、どっかの王様に切られて死んじゃって。戦えなくなっちゃう。
たんだ。よくできたね。あ、そうだ。面白い情報。プロンプト君が。この町の出身だって知ってた。あんなさ、いかにも大男が。意外だね。解除レベルを5に更新しました。レベル5までの扉の開放に有効です。何入ってんだ。やたら存在感あんな。嫌な感じ。ここが動くのかよ。上とつながんのか。さて、どうなっちゃうかな。侵入者を確認。待機中の魔導兵を起動。何だ。かすんでこいつらかよ。まくんのか。仲間はどこだろう。君を置いて逃げちゃったのかな。
解除レベルを6に更新しました。レベル6までの扉の開放に有効です。いや裏切られた落ち込み、お友達だって命が惜しい。だうい残念やっよっも指輪も君の力はみんな借り物だね。仲間がいないと随分頼りないね。間違いなく罠の中。また罠か。大した痛みじゃないだろう。ほら動け。早くしろよ。のんびりしてないでさ。やべえぞグラディオ、動力を切れ。近くにあるはずだ。んだって？おそらく俺たちはそのために案内されたんだ。無事だったか。お前らどうやって来た？まずは礼だろ。どうも。お前とはぐれた後、助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜあいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。早くもう一人を助け出せるといいね。
ここは使われてんの。ってことは誰かいる。やっぱりそっち行くんだ。なんだ、つまんないな。おい、平気か？怪我は？手当ての必要は？大丈夫。ノクト、ありがとう。ああ。ねえ、ちょっとは心配してくれた？そりゃするだろう。だから来てくれたんだよね。俺もそう信じてた。プロンプト、もう一回会って、俺はもう偽物じゃない、安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。近いぞ。音はこの先からだ。進めないのか？開くよ。魔導兵さん、同じのあったら俺のとかもな。よく見てねえけど。ごめん、俺ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし。これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。まあ確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか？おい、試してみろ。
わかった。し。おお。戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。指輪したんだね。まあな、武器取られるわ、仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえとクリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様か。長かったな。その意味は重いぞ。ノクトもやれるはずだ。まあ、武器は取り戻すからな。よし、お前らもちゃんと帰よ。さっさと行くぞ。
後はついた。頼む。あとはクリスタルだ。入れねえ場所があったな。俺の腕なら開くよ。この要塞内の鍵は全部ね。泥棒みてえな言い方だな。開けないよ。さっさと行くぞ。
格納庫か。広いな。中央のエレベーターが出られるか。搬入口から行けそうだ。レイブスなのか。死骸じゃないか。くそ。おい、イグニスのこと。Oh, yeah.
頭をついた。Oh!
Ah!
だ。
プロンプト、イグリス検討を進めよう。止まって見えるっての。気をつけろ。封鎖します。ゲートから離れてください。ああ、クリスタルまであと少しなのに。ここから繋がってんのか。仲間を踏み台にして目的を達成する。王様らしい決断だよ。さあ急げ。クリスタルの力を得るなら、全てを捨てる覚悟で臨むんだよ。はい。
ートが閉鎖されました。死ぬなよ。友達まだ生きてるかな。死んだ人たちどんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉思い出せる？すぐ戻る。絶対。なっか。本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。力を貸してくれ。王様は違うな。やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だって。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。イズリアは誰のせいだったか。ノクト、みんなお前を殺しても意味がない。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルのその力の音、王を放棄する俺の望み。早く帰ってくれ。みんなと遊んで待ってるから。選ばれし王、ノクティス。聖石の力を蓄え、真の王の力を得よ。それが我、剣神バハムートの啓示。
闇に抗いながらお前を待っている。お前が使命を果たし真の王となることを期待している。聖石の中、星の魂が宿るところ、選ばれし王たるお前が使命を果たす力を得るための場所。受け入れによって目覚めた六神は皆この時を待っていた。これより長き時を費やし聖石の力を指輪に蓄えよう。そのすべての力が指輪に集まりし時、真の王の力は完成する。それは永遠の命を持つアーデンを打ち、夜明けを取り戻すただ一つの力。元凶たる虫を取り込み、星に害をなす力で不老不死となった者、その汚れた身を聖石に拒まれ大いにつくことなく葬られた愚かな男、王家への復讐のためだけに希望を巡らせ、ついに世界をも闇で覆った。聖石に選ばれ歴代の王に守られたお前を討つまで復讐は終わるまい。不死となったアーデンを葬る唯一の力、歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ。真の王の力を。
ンブラ。ハンマーヘッドで、待って。